今回紹介する作品は洋画家宮本三郎の作品です。作品題名は舞妓12代衆のうちの鏡です。技法は木版画になります。確か前回紹介したのは舞妓12代衆のうちのトランプだったと思うんですけれども、今回は鏡を紹介したいと思います。今回は第2弾ということで、宮本三郎の舞妓12代衆の鏡を紹介していきたいと思います。それでは作品を見ていきましょう。このようなね、舞妓を刷った作品なんですけれども、すべてこれは木版画作品です。こういうところね、色が入ってるところは手彩色のように感じるんですけれども、こういうのはすべて木版画作品です。実際手彩色も入っておりませんね。舞妓鏡、舞妓鏡と覚えてくれればいいです。そしてここに三郎と磁器サインが入っていて、その上に印が押してあります。これは宮本三郎の直筆サインと宮本三郎が押した印があります。これは直筆サインと本人が押した直筆の印です。そしてその下にエディション番号があって、300分の59と書いてあります。300部刷ったうちの59枚目ということです。そしてこれが表紙になります。それでは裏も見ていきましょう。裏はこんな感じです。後ろは何も文字も描かれてもいないんですけれども、このように見てみるとうっすらとね、表の木版画作品が透けて見えるのがわかります。このようにね、透けて見えるんです。これが版画作品の特徴です。版画作品のほとんどは後ろが透けて見えます。このようにね、透けて見えるんですよね。このようにね。そして一番見てもらいたいところが、この後ろの左下に書かれてある堀菊田幸次郎、釣上杉圭一郎と、この木版画作品を彫った人、刷った人の名前がここに書かれてあります。確か前回の宮本三郎のトランプを紹介した時は額で紹介したので、この木版画作品の裸の状態で紹介ができなかったので、この後ろの彫った人、刷った人の名前の紹介まですることができませんでした。なので今回は裸の木版画作品を紹介したので、このように紹介することができました。ということでね、今回は洋画家宮本三郎の作品を紹介しました。以上です。ご視聴ありがとうございました。